かける男は、松本清張の短編小説。オール読み物1973年1月号に掲載され、1977年9月に短編集、馬を売る女収録の一作として、文芸春秋より刊行された。1980年にテレビドラマ化されている。瀬戸内海に面した名勝地の丘にそびえる、亀子ホテル。 高貴な方も宿泊した由一所あるホテルで、4階の特別室には皇族がご宿泊になった際の長度がそのままに残されていた。また、丘の下にはホテルと同じ経営の料理や放来閣があり、ホテルとは休憩者の渡り、廊下で結ばれていた。北陸地方の成金村川雄二は若い5歳の英子を連れて特別室に宿泊した。雄二は心臓が 少し弱く、体を大事にしていた。夕食を取るため、丘の下の蓬来閣へ降りた二人。しかし食事の後、蓬来閣の女、中上、鎌田英子を見た、雄二は、あいつが、いた、と放心したように言い、ダットのごとく、走り出した。休憩者の渡り、廊下を飛ぶように駆け上がるオス男児。駆ける男はそのまま心臓麻痺で死亡した。一方、客のを見 こっそり特別室に潜入する男があった。収集郷の山井善五郎は、全国各地のホテルの後期の間に侵入し、ゆかりの備品を頂戴して、コレクションにするのが趣味であった。霧の時金飾りを剥がし守備よく、目的を達した善五郎だったが、床の上に奇妙なものが転がっているのを目にする。松本清長のかける男。1980年7月19日。 テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。ありがとうございます。